はいどうも皆さん、マシマです。今回は漫画の描き方超初級編。漫画を描いてみたいけどどうやって描いていいかわからない、どうやって始めたらいいかわからないという方のために、ゼロから教える漫画の描き方。今漫画というのは雑誌単行本をはじめウェブ掲載、広告など様々な場所で読まれていて、非常に需要が高いコンテンツとなっています。また日本の漫画は世界中で読まれており、あなたの想像した世界が世界中の人を楽しませる作品になるかもしれません。夢があるよね。この写真を見てください。はい、こちらはですね、僕がフランスに行った時の写真となっております。まるでロックスターのようです。やったぜ。このようにね、日本のオタクが世界ではロックスターのように扱われる、これが漫画の力です。今回の動画を見ていただければ、とりあえず漫画界の第一歩を踏み出せます。また今回は割愛しますが、物語の作り方、ネームの書き方などもいつか作ってみたいと思っています。というわけで、本当に初心者未経験者のための漫画講座始まります。さあ行ってみよう。まずはじめに、漫画を描くためにどんな道具が必要なのか。これは漫画の作成方法によって若干変わってきます。現在漫画を描くための方法として大まかに3つの選択肢があります。1アナログ、2デジタル、3ハイブリッド。これからそれぞれの解説とメリット、デメリット、必要な道具などを説明していきます。1アナログ。原稿用紙というものにインクとペンを使って漫画を描く手法。デジタル作画が出てくるまではほぼ全ての漫画家はこの手法で漫画を描いていました。今でもアナログで描いている作家は大勢いるし、アナログでしかできない表現もあると思います。メリット、初期投資額が少ない。原稿用紙、ペン、インク、定規、修正液、どれも消耗品ではありますが、デジタルに比べて手軽に揃えられる道具ばかりです。スクリーントーンと呼ばれるトーンは少し値が張りますが、自分の作風に合わせて使用量を抑えることができます。また紙と鉛筆さえあればとりあえず手軽に始められるというのも大きな魅力です。僕もね、小さい頃は新聞広告の裏や学校のノートなんかにね、漫画を描いていました。でね、先生に見つかって取り上げられたりしてました。デメリット、初期投資額は少ないですが、道具は全て消耗品のため、長期的に見ると結構お金がかかります。それと現在はデジタルが主流なため、あなたがいずれプロになった時、アナログで描けるアシスタントを見つけるのは大変かもしれません。チュートリアルが減ってきている。YouTube で漫画の描き方アナログで検索した結果、きちんとアナログ漫画の描き方を教えてくれるチャンネルは非常に少ないです。また参考書もアナログの描き方を教えてくれる参考書は年々減っているように感じています。それだけデジタルへの移行が進んでいるということなんですが、本当に今から勉強するのはとても大変なことです。一番手っ取り早いのはアナログで活動している作家さんのアシスタントになることだと思いますが、それも簡単にはなれませんよね。2デジタル。メリット、圧倒的に作画が早い。一番速さに差が出る工程としてはベタでしょうか。アナログでははみ出さないように丁寧に描く、場合によっては広大な面積を筆ペン、マジックなどで自力で地道に塗っていく必要があります。しかしデジタルならばほぼワンクリックで完了します。僕もこれを知ってからはね、アナログに戻れなくなりました。修正が簡単。原稿は最初から完成までね、全てデータのため間違った箇所の修正が容易です。アナログでは修正液を使って乾かして、その上からまた書くなんて作業をしていましたが、デジタルではそんな処理は一瞬で終わります。デメリット、初期投資額がそれなりに高い。デジタルに必要なものは PC または iPad、 そして液晶タブレットまたは板タブ、そして漫画を描くためのアプリです。しかもどれを選んでいいかわからないという問題もあります。今回僕が教える漫画の描き方はこのデジタル環境で行えますので、この辺りの詳しい道具の説明は後ほどいたします。覚えることが多い。紙とペンがあればとりあえず絵が描けるアナログと違って、紙ってどうすんの、ペンってどうするのっていうか、ペンの設定がわからないんだけどみたいにね、初めからわけわかんないことだらけです。これはね、デジタルでできることが多いために、その分漫画に必要のない機能まで備わっているからなんですが、まあ経験談から言わせてもらうと、全部覚える必要はないです。事実僕も必要最低限の機能しか使ってません、というか使えません。3ハイブリッド型。ハイブリッド型はアナログデジタル両方を使う方法。これはね、さらに細分化されています。
ペン入れまでをアナログでやって仕上げをデジタルでやる場合、ネーム下書きまでをアナログでやってペン入れ仕上げをデジタルでやる場合、その逆でネーム下書きをデジタルでやってペン入れ仕上げをデジタルでやる場合、他のパターンもねあるとは思うんですけども、大きく分けたらこの3通りだと思います。これのメリットは、一部の苦手な作業を得意な方の書き方で作成できるということです。特にアナログからデジタルに移行した作家さんはこの手法を使っている人が多いかもしれません。ちなみに僕はネームをアナログ、その後デジタルでペン入れをしながら仕上げという工程で漫画を制作しています。デメリット、これはプリンター、スキャナー、場合によっては複合機というね高額な機材が必要になります。なのでこの手法は初心者にはあまりおすすめしません。はい、というわけでね、今回はフルデジタルでの漫画の描き方、まずは何を揃えるべきなのかを解説していきたいと思います。1、パソコン、何でもいいです。よほどの低スペックの PC でない限り、この後紹介する漫画を描くためのアプリは動作します。とはいえあまり無責任なことは言えないので、自身の PC のスペックを確認してからアプリを使用してください。よくわからんって人はですね、 iPad Pro もおすすめです。面倒な PC のスペックを気にせずにアプリが使えて、この後紹介する液晶タブレットや板タブといったものの必要もありません。 iPad で漫画を描いているプロの作家さんもいますよ。ワンポイントアドバイス、 PC のメモリが多い方がデータ量が多い絵にも対応できるので、こだわるならここだけはちょっと強めのマシンを選んだ方がいいと思います。ちなみに僕は 64GB のメモリを積んでいますが、そんなには必要ないですね。 2. タブレット、筆圧検知機能がついていれば何でもいいです。大きさも自分の使いやすいものを選ぶといいです。僕はね、漫画の原稿用紙原寸大を表示したかったので、かなり大きめの液晶タブレットを使っています。個人的には液晶タブレットは大きい方が使いやすいです。板タブの方は視界に自分の手が映らないので、こっちの方が使いやすいという方もいらっしゃると思います。家電量販店では試し書きができる場所もありますので、自分が書きやすいと思う方を選ぶといいと思います。ちなみに僕が使っているのはこちら、ワコムのクインティンプロ32。読めません、すいません、読めないです。32インチというバカでかい液晶タブレットです。ワンポイントアドバイス、余裕があればサブモニターもあると便利です。資料を表示したり、作業領域以外の情報をもう一つの画面に映しておけるからです。僕はね、作業中はいつも YouTube 見たりしてね、なんか娯楽に使ってます。3、アプリ、漫画を描くためのアプリはたくさんあるんですが、初心者におすすめかつプロもみんな使っているクリップスタジオがおすすめです。漫画制作からカラーイラストまでこれ一本でできちゃいます。アニメも作れるみたいですよ。漫画の制作には EX というグレードがおすすめされているのですが、これはね、正直予算と相談してね決めればいいと思います。プロでも漫画を描く分にはそんなに問題がないと思っています。それにね、これ後からアップデートすることもできるので、まずはプロから始めてみてもいいと思います。私は EX を使っております。はい、他にもですね、これがあると便利というアイテムを紹介しておきます。はい、左手デバイス、これは主にキーボードショートカットや動作をボタンに登録してツールの切り替えを素早く行ったり、作画の作業効率を上げたりしてくれる代物です。僕はゲーミング用の左手デバイスを使っているのですが、もはやこれなしではデジタル絵が描けないくらい重宝しています。初心者のうちは無理に揃える必要はありません。ただある程度デジタルで絵を描くのに慣れてきたら、左手デバイスにも触れてみてください。作業効率が上がり世界が変わります。さあ、いよいよデジタルで漫画を描いていきますよ。はい、行ってみよう。はい、クリスタを立ち上げるとこのような画面になっていると思います。クリスタの購入方法やインストール方法は公式サイトに詳しく書いてあるので、そちらを参考にしてみてください。はい、こうやってね開いた時にもうね、結構いろいろごちゃごちゃあって、何が何だか分かんないと思うんですよ。まあ気にしないでください。今回はですね、3つのツールしか使いません。3つのツールが使えれば漫画を描くことができます。やっていきましょう。はい、まずはですね、左上のこのファイルというところをクリックしてください。そして一番上にある新規、ここをクリックします。はい、そうするとね、このような画面が出てくるんですけども、こんな画面出てきてないよって方はですね、ここのね、作品の用途ってところのね、アイコンをまあ押していくとですね、この右から2番目、これが漫画の原稿用紙になります。次にですね、このプリセットってところを押してください。はい、またわけわかんないね、ものがブワーっと出てきましたけど、これ全部漫画原稿用紙のサンプルとなっています。はい、もうめちゃくちゃいっぱいあるよね。はい、集英社、講談社、角川、小学館と
ですね、いろんな雑誌に対応しております。まあ自分の好きなやつ選んでくれればいいと思いますよ。これね、あの集英社の原稿用紙を選んだからといってマガジンに応募できないみたいなことはないです。あくまでその雑誌で使っている企画に近いものってことなのかな、公式なのかな、ちょっとわかんないですけど、うん、はい、今回はね無難に少年マガジン選んでいこうと思います。少年マガジンを選ぶとですね、このような画面になるんですけども、ここで一つおすすめの設定を教えます。まずですね、これプリセットなのでこの辺の数値とかは一切いじらなくていいです。はい、その代わりですね、このセーフライン、ここですね、これねあったら便利って方もいると思うんですけど、私結構これ邪魔なので消してます。はい、セーフラインなくても問題ありません。そしたらね OK 押しましょう。出てきました、これが原稿用紙です。ちょっとね見づらいと思うんだけど、これよく見るとね薄く線が入ってるんですよ。ここに1個、ここに1本、はい、ここに1本、見えづらいね。ちょっとハイライトしましょう。はい、こちらの線はですね、内側から基本枠、仕上がり枠、立ち切り枠となっています。これはね実際にね、あの原稿を見た方が早いので原稿を見ながら説明します。はい、私の原稿用紙はですね、ちょっと自分用にカスタマイズしてあるんですけども、さっきのね3つの枠の、基本的な使い方は同じです。はい、まずこのね赤い枠、これが基本枠です。この基本枠の中に漫画を描きましょうという、まあその名の通りですね、はい、この中に漫画を描きましょうという枠です。はい、そして緑色の枠、これが仕上がり枠です。雑誌とか単行本の立ち切りって言うんですけども、だいたいねこの緑の線までが雑誌に出る範囲だと思ってください。はい、そして最後オレンジの一番外の枠、これが立ち切り枠といってですね、まあこれ予備ですね。はい、さっきの緑色の、このね仕上がり枠のところまでは雑誌に出るんですけども、逆にですねこのオレンジのところまで出てしまうかもしれないよっていうね、こういう予備であります。まあなのでなるべく、外の方まで書いておかないと、途中で絵が切れてしまうみたいなね、ちょっとかっこ悪い感じになっちゃうので、まあなるべくこのオレンジのところまでは書きましょうという線です。いやだからね、つまりねここね今僕絵描いてあるんですけど、絶対映らないです、ここ全く映らないところです。はい、そしてね赤の基本枠の中になるべくセリフを入れるようにしてください。まあ例えるならこういう感じですね、なるべくこの中にセリフを入れていく感じにしてください。まあただし、大体ですねこんな感じで、はい、文字1文字分ぐらいははみ出してもいいよって言われておりますね。こういう文字の入れ方はダメです。これはねもう完全に切れちゃいますんで、なるべく、セリフは内側内側へと入れてってください。枠のね説明が終わったところで、いよいよ漫画を描いていきます。まずはですねネームを書きましょう。ネームというのは漫画の設計図です。慣れてくるとねもういきなり下書きから入ったりとかね、そういうこともできるかもしれませんが、まあネームは大体の漫画家が必ず書いているので書いた方がいいと思います。はい、まずはネームを書きます。ネームを書くにはどうしたらいいか、はい、まずですねこれ右側に注目してください。ここですね、これレイヤーって言うんですけども、用紙とレイヤー1が現在あります。用紙というのはですね基本的にはいじらないものです。このレイヤー1という方にこれから漫画を書いていきます。はい、レイヤーというもの、これねどんなものかと言いますと、こんなような概念を想像してください。一番下に用紙があって、レイヤー1、レイヤー2とね、レイヤーが増えていくにつれて上の方にどんどん表示されていきます。デジタルで作画をする場合、このレイヤーというものはねとても大切だし、とても便利な機能です。ぜひ覚えてください。じゃあ早速ですねネームを書いていきます。まずはレイヤー1にチェックされていることを確認してですね、はい、いよいよツールを使っていきます。まずは最初のツール、それはリアル G ペンです。一番左にねボワーッとアイコンが並んでると思うんですけども、ちょっとね見づらかったら、このアイコンとこの横のウィンドウのね間側にこうペンを置いてですね、はい、ちょっとねウィンとスライドさせます。そうするとねちょっと見やすくなると思います。でこのアイコンをねこうタップしていって、ペンというものを探しましょう。ペンというねところのリアル G ペンというやつを選びましょう。実際ネームや下書きはねどんなペンを使ってもいいんですけども、まあ今回はね
一番書きやすいであろうリアル G ペンにしてみました。はい、そしたらね、コマを割っていきます。まあこういう感じでなんかフリーハンドでね、ブワーっとねやってもいいんですけども、直線を引きたい場合はですね、まず開始点に1回点を打ってからですね、シフトを押しながら線を引きたい方向にペンを伸ばします。はい、これで直線が引けます。はい、同じように点を打ってシフトをしながら右にもう1回点を打つと、はい、こんな感じでね、はい、ガンガン線を引いていきましょう。はい、もうこれでね、漫画のコマ完成です。はい、あとはね、ここにネームを書いていきますよ。このね、Gペンの使い方なんかはね、もう慣れるしかないので、頑張って慣れていきましょう。はい、ネームが終わりました。いやー、プロとは思えないひどいクオリティですけど、まあそこは勘弁してください。さて、ネームが終わったので、次は下書きに入ります。慣れてくるとね、もうここからいきなりペン入れってこともできるんですけども、慣れるまではネーム、下書き、ペン入れ、この順番で作業することでスムーズに漫画が描けると思います。下書きをする前にですね、ちょっとね、黒がすごい主張しているので、これをもうちょっと見やすい色に変えます。はい、レイヤー1を選んでですね、ここです。レイヤーカラーを変更というボタンがあるので、ここをクリックしてください。はい、そうすると画面が青くなります。で、さらにですね、ここです。下書きレイヤーに設定。これを押します。はい、そうするとね、ここに青いバーが出てきて、これが下書きレイヤーという風になります。はい、次はですね、ここ。不透明度というバーがあるんですけども、このバーをですね、自分が見やすいところまで下げていきます。これはもう自分の好みです。はい、いよいよですね、ここに下書きを入れていくわけですけども、その前にね、枠を引きましょう。じゃあね、今回紹介する2つ目のツールがこちらです。左の方のアイコンからね、こちらコマ枠というものを選んでください。これ見つからない場合はですね、このサブツールの中に隠れている場合があるんですよ。直線ツール、コマ枠、定規作成、流線、集中線、まあね、それによってここのアイコンが変わってしまうので、まあちょっとね、探すの大変かもしれないですけど、コマ枠というのがあるので、これを探し出して長方形コマを選んでください。はい、これが今回使うね、2つ目のツールです。はい、長方形コマを選んでください。そしたら次にチェックするのはここです。ブラシサイズ、これがね、枠線の太さになります。まあ、枠線というのはそんなに細すぎず太すぎないのがいいので、私は1ミリにしてます。はい、そしたらですね、こう左上にさっきのね、この基本枠という四角い枠があったと思うんですけども、この基本枠に長方形のコマはですね、スナップするようになっています。なので基本枠の一番左にこうポンと置いてですね、そのままぐーっと右下の基本枠の一番右下までドラッグしてください。はい、そして離すと、はい、このようにコマが一つ出来上がります。はい、これでもうね、コマの完成というわけにはいかないですよね。次はこのコマを割りたいんですけども、コマを割るときはこちら、コマフォルダ分割。はい、これで今回使う3つ目のツールです。これでもう全てです。このコマフォルダ分割で、ここで見てほしいのがここです。左右の間隔と上下の間隔、こちらの数値がこのツールを使うときに大切になります。これはね、本当好みがあるので人それぞれだと思うんですけども、だいたい左右の間隔が、だいたいそうですね、1から3の間ぐらいかなと思っていて、上下の間隔も、7から10の間かなっていう感じはしますね。私は左右の間隔 2.6、上下の間隔 8.9 で書いてます。まあこれが何かというとですね、ちょっと使ってみたらわかります。はい、このね、コマフォルダ分割というのはね、線を引くようにコマを分割できます。今現在ここにね、あの青い線、コマの枠組みが見えてるのがわかりますかね。この上をこのコマフォルダ分割ツールでなぞります。はい、こんな感じ、左から右へヒュッとなぞる。はい、こんな感じ。そうするとね、もうコマが3段になってるじゃないですか。で、この上下の間隔、このね、今空いてる間隔がさっきの数字です。 8.9 です。で、次は縦。はい、ここに線を引きます。はい、そうするとですね、この間隔が 2.6 です。はい、お疲れ様でした。これでもうコマ割りは終わりです。ただね、ちょっと立ち切り作りたいな、迫力あるコマを大きくしたいなって思うじゃないですか。はい、その時はコントロールを押してください。コントロールを押しながら、ここのね、ちょっとちっちゃいんだけど、はい、こっちもです。コントロールを押しながら黄色い三角をクリック。はい、これで断ち切りができました。はい、これでね、次はいよいよ下書きに入ります。はい、下書きはですね、先ほどのレイヤー1
この上にもう一個新しいレイヤーを作ります。これですね、新規ラスターレイヤー。はい、ポチッと押すとレイヤー2ができました。はい、ここにね下書きを書いていきます。今回はね、まあ、ちょっと簡単な絵なんで、もうこのままペン入れに入ろうかなと思っております。さっきのねこれを下書きとして、こっちをねペン入れのレイヤーにしようかと思います。はい、完成しました。レイヤーをこのように分けてみました。私はね大体こんな感じで分けます。はい、吹き出し、はい、キャラクター、背景ね、こんな感じでレイヤーを分けます。でね、ここにネームって書いたんですけども、このネームの部分が、僕は下書きになっております。はい、ネームからねもうペンを入れちゃうという感じですね。はい、これでね、あとは皆さん好きなように漫画を描いていってください。はい、今回ですね、たった3つのツールで漫画を描き始めることができると言いましたけども、他にもね便利なツール、便利な機能はたくさんあります。その辺は皆さんねご自身で勉強して使えるようになってほしいんですけども、今回はねちょっとおまけとしてですね、よく使う機能、便利な機能、初心者が必ず覚えておいた方がいい機能を少しだけ紹介します。はい、まずはですね移動ですね。はい、これはねスペースキーを押しながらドラッグです。このように原稿の位置を移動することができます。まあ、自分のね書きやすい位置に持っていきましょう。そして次は拡大です。コントロールスペースで拡大です。そして、コントロールスペースオルトで縮小です。これを駆使してね自分の書きやすい大きさにしましょう。はい、続いてスペースシフト、これが回転です。これもですね自分の書きやすい角度にして線を引いたりしましょう。特にね丸とか書くときに自分の書きやすい角度ってあると思うんですよね、だからこう画面を回転しながら作画する人は多いと思います。で、元に戻したいときはスペースシフトダブルクリックです。はい、これで元に戻ります。この辺のね移動系のツールはもうめちゃくちゃ便利なので、僕は全部ショートカットに登録しています。はい、そしてねこれも覚えておきましょう。さっきからねもうカタ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 やってもう書いたものが消えてっているんですけども、はい、これ実は何かというとアンドゥー機能というね取り消し機能を使っています。これね、どんなアプリでも大体実装されているんで、知ってる方もいると思うんですけども、はい、コントロール Z です。はい、まあ、はみ出しちゃった時とかね、間違えちゃった時に、コントロール Z を押すと、一個前の状態に戻ります。はい、こんな感じでね。これも、ぜひ覚えてください。そしてもう一つ、ショートカットじゃないんですけども、このね、塗りつぶしツール。こいつもね、漫画を描く上に非常に便利なので覚えておきましょう。はい、こうやってね、黒く塗りたいところを一瞬で黒くしてくれます。めちゃくちゃ便利ですね。はい、こんな感じでね、まあ、あとね他にも、スクリーントーンですとかいろんな機能はあるんですけども、その辺はちょっとね全部説明するとめちゃくちゃ長くなってしまうので、今回はこれぐらいにしておきましょう。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。今回はですね漫画の描き方超初心者編ということでですね、まあ道具選びからとりあえず漫画を描くところまでという感じの講座でした。今後ねもうちょっと踏み込んだ感じの上級者向けとか中級者向けの講座もやってほしいという意見がありましたら、またやってみようかなと思っております。ぜひねこんな講座見たいとかあったらねコメントください。はい、本当にね今回のこの講座がきっかけでね漫画家になったって人が出てきたら嬉しいし、まあそこからね大作家が生まれたらさらに嬉しいですよね。今ねこれを見ているあなたが未来の大作家かもしれません。楽しみですね。今回はこの辺りにしておこうと思います。いやーひどい漫画描いたもんだな。皆さん、この動画がですね役に立ったよとかね面白かったよって方はですね、ぜひチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。では皆さん、また次の動画で会いましょう。バイバイ。